はい、肉で4区やっつけて、4区をやっつけて総合3位。やっぱり出る杭は出すぎるともう誰も打たないんだよ。これ点数も何もね、やっぱ競技者は楽しい。土屋圭一の辛口愛車チェックコーナー。はい、これはお前競技車両だよ。お前この間なんかすげえ早かったらしいじゃん。四輪駆動やっつけてやりましたよ。もう誰からも話しかけてもらえなくなっちゃいました。ラリー会場で。マジか。はい、先日の全日本ラリーの唐津九州で行われたラリーで、うん、JN1 クラスっていう全日本ラリーで一番上のクラスで走ってるんですけれども、うん、なんと肉で、はい、肉で4区やっつけて、4区をやっつけて総合3位。僕たち唯一の FF なんですよ。もう四輪駆動ターボしかいないんですけど、 JN1 クラスって一番上がなんですけど、まあ僕たちだけ FF という中で、うん、戦って。それはヒロキがそういうやつらを舐めてかかってるってこと？いやいや舐めてないです。全然決して舐めてはないですよ。もちろんリスペクトの気持ちを持ちながら、なんで僕の車2つクラス上の JN1 クラスに出てるんだろうと思いながら、でも出るからにはもう何も言えないじゃないですか、うん、ルールなんで。だったらもうぶっ潰してあげれば、うん、何か変わるかなと思って。この車のコンセプトを教えてください。はい、この車のコンセプトはなんとこれ、じゃじゃん、うん、ラリーで勝つためのストリート最速の FF ということで、はあ、今回はバケットシートをまずスパルコからブリットさんに、はあ、変更して、でホイールも円形さんと、はあ、まあ、オールジャパンでなるべくこう揃えていきたいな、まあ、というのもシートって結局海外の人に合わせてるの で、うん、でかいね、合わないんですよ、座高がね、はい、で自分も一回それで脊椎折ってたりとかしてるんで、うん、やっぱこの腰をサポートするのってすごい大事で、うん、で今回ブリットさんからシートをサポートしていただき、うん、なんと今回からつけて、その1戦目でなんと総合3位だったので、すごいじゃん。ひろきさん、こちらの車、まあ、今変わった変更点もあったと思うんですけど、はいはい、改めて茂原を走ってからセッティングも結構変えられたというふうにお伺いしてるんですけど。そうですね、さらに走りやすく、まあ、ちょうど以前の全日本が唐津だったんですけど、うん、レインのセットアップのまま来てるので、はい、多分今日ちょうどレインなので、もしかしたら少し走りやすいかなっていう感じですね。はい、それは楽しみだね。楽しみですね。はい、人の車だからさ、やっぱりそんな全開ではいけないけど、この前のモバラ楽しかったもん。楽しかったですね。うん、やっぱもう競技車両は楽しい。はい、そして今日は群祭ですから。いいね、群祭。雨雨が降ってなかったらもっと良かったですけど。それでは行ってみたいと思います。はい、
いや、ハンドルが軽すぎてちょっとさフロントの接地感が分かんない。すごいピクピク動いてます。ハンドルがお前昔のクラウンだよ。クラウン、こういう感じ。めちゃくちゃ軽くなってますステアリング自体はね、はい。だからフロントのさタイヤの接地感が全く分かんない。ああ、そうですね、確かに。これはもうオーナーじゃないと分かんない。慣れれば慣れるほどまあそのインフォメーション感じ取りやすくはなるんですけど、ただラリーとかだと60キロとかのステージがあるんで、それでも疲れないようにとかっていう、はい、そっちの方にちょっと。いや、車がめっちゃ軽いわ。軽い。コーナーリングですごいこうフィッて離されますから。いや、コーナー早い。後ろから実は僕あの追っかけカーの横乗ってたんですけど、うん、姿勢がすごく安定してるなっていう風に思ったんですけど。安定してるよ、すごい安定してる。乗り味的にはこう柔らかいっていう感じなんですか。柔らかくはない。柔らかくは、柔らかくはない。ただ初期入力がすごくうまい。そうですね、うん、ギャップだとかアンジュレーションだとかこういう継ぎはぎのそのギャップに対して 1G かかってからグッとこう硬いんだよ。そこから先は硬いんだけど、初期入力がすごく優しいから怖くないんだよ。ギャップとか羽がずっと安定してますもんね、うん、こう後ろから見てても全然こう危ないなっていうところ全然なかったんで。そうそう、全然怖くない、はい、これはすげえわ。総合3位総合3位でやっぱり出る杭は出すぎるともう誰も打たないんだよ。まあ、ヒロキももう誰も打てないところまで杭が出たってことよ。でもううで、ね、あの誰も口聞いてくれないんですよ。いいじゃん別に口聞いてくれなくても。もうちょっとチヤホヤされたいなってあるんです。この番組を見てる人たちは、はい、それは荒井弘樹すげえなって。あ、本当ですか、ね、ありがとうございます。そう、はいはい、普通さやっぱこう早いやつらって頂点にいるやつらって下を大事にするよ普通は。あ、ね、そういうドライバーってさやっぱこう末端がついてくるじゃん。はいはいはい、そういう男になれ。任せてくださいリリンク堂でなんとかこのまま総合優勝を目指してください。いいねいいねいいね、はい、ということで、はい、ということで、はい、瀬谷さんこの車の点数をお願いいたします。これ点数も何もねやっぱ競技者は楽しい。10点満点の10点です。おやった、満点評価いただきました。いや本当に完成度が高い。やった参りました。はい、ありがとうございます、はいはい、ということで土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーでした。アヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。